ダニエル・ゲールは、オーストラリアのプロボクサー。ローン・セストン出身。元 WBA 世界ミドル級、スーパー王者。元 IBF 世界ミドル級王者。2001年、大阪市開催の東アジア大会に、ベルター級で出場。平田直樹に勝利後、ゲンナジーゴロフキンに、大差のポイント負けを喫した。ゲールが2013年半ばに語ったところによると、 カザフスタンの選手は全般的にフットワークが良くパワーがあり、距離をうまく使って試合を運んでいたが、当時の印象ではゴロフキンはそれほどパンチのある選手ではなく、プロでなら勝てるだろうと確信していた。2001年、北アイルランドのベルファストで開催された世界選手権にウェルター級に出場するが1回戦で敗退。2003年、タイのバンコクで開催された世界選手権に、 ウェルター級に出場するが1回戦で敗退。2004年10月1日、ゴールドコーストのサウスポートシャークス AFL クラブで行われた6回戦で3回1分27秒小勝ちを収め、デビュー戦を白星で飾った。2005年9月16日、IBF パンパシフィックスーパーウェルター級王座決定戦でステーブ・ドュエットと対戦し、2回1分1秒。 tk o 勝ちを収め、王座を獲得した。2005年10月22日、アップブフ東洋太平洋、スーパーウェルター急暫定王座決定戦で、ゲイリーカマーと対戦し、8回1分48秒小勝ちを収め、王座を獲得した。2007年2月4日、リーオキと対戦し、2回にダウンを奪われながらも、12回3から0の判定勝ちで、 IBF パンパシフィック王座とアプブフ東洋、太平洋王座初防衛に成功した。2007年5月4日、IBF パンパシフィックミドル級並びにイボ、インターコンチネンタルミドル級王座決定戦で、パルクプーンジャンポナクと対戦し、12回3から0の判定勝ちで干渉し、IBF パンパシフィック並びにイボ、インターコンチネンタル王座の獲得に成功した。 2007年12月14日、イボ世界ミドル級王座決定戦で、ダニエル・ドーソンと対戦し、12回3から0の判定勝ちで干渉し、王座を獲得した。2009年5月27日、ブリスベンのブリスベンエンターテイメントセンターで、アンソニー・ムンディンと対戦し、12回1から2の判定負けを喫し初防衛に失敗、王座から陥落した。 2009年10月21日、ローン・セストンのシルバードームで行われた IBF パンパシフィックミドル級王座決定戦でサミル・ドス・サントス・バルボサと対戦し、12回3から0の判定勝ちで完勝し、王座を再獲得した。2010年6月21日、ウロンゴンのエンターテイメントセンターで行われた IBF パンパシフィックスーパーミドル級王座決定戦で、 カリスカリウキと対戦し、11回2分49秒を、TKO 勝ちを収め、王座を獲得した。2011年5月7日、ドイツのノイブランデンブルクで、IBF 世界ミドル級王者セバスチャンシルベスターと対戦し、12回2から1と対戦し、アウトボクシングに徹したゲールが試合を優勢に進め、12回3から0の判定勝ちを収め、初防衛に成功した。 2012年9月1日、オーバーハウゼンの、K、ニ2ヒ・ピルスナーアレーナで WBA 世界ミドル級スーパー王者フェリックス・シュトルムと王座統一戦を行い、12回2から1の判定勝ちを収め、IBF 王座は3度目 WBA スーパー王座の獲得に成功した。2012年11月5日、WBA 世界ミドル級世紀王者 ゲンナジー・ゴロフ・キンとの王座統一戦よりも、アンソニー・ムンディンとの対戦を優先させたため、スーパー王座を剥奪された。2013年1月23日、元 WBA 世界、スーパーミドル級王者、アンソニー・ムンディンと4年ぶりに再戦し、12回3から、例の判定勝ちで4度目の防衛に成功した。2013年8月17日、 IBF 世界ミドル級5位のダレン・マーカーと対戦し、12回、1から2の、判定負けを喫ュ5度目の防衛に失敗、王座から陥落した。2014年2月19日、ニューサウスウェールズ州、ムーア・パークのホーダーン・パビリオンで、WBA パンアフリカンミドル級王者ガースウッドと、IBF パンパシフィックミドル級王座決定戦で、対戦し、ウッズの6回終了時期による、 tk o 勝ちを収め WBA パンアフリカン王座と IBF パンパシフィック王座獲得と再起に成功した。2014年5月24日、マイク・ペレス対ブライアント・ジェニングスの前座でマシュー・マックリンと対戦する予定だったが、ペレスの負傷欠場で試合中止となった。2014年7月26日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで WBA イボカイミドル級スーパー王者ゲンナジーゴロフキンと対戦したが3回2分47秒 TKO 負けを喫した2014年12月3日ニューサウスウェールズ州ムーアパークのホーダーンパビリオンでジャロットフレッチャーとパバミドル級王座決定戦並びに WBO アジア太平洋ミドル級暫定王座決定戦を行い12回3から0の 判定勝ちを収めパバ王座の獲得、WBO アジア太平洋暫定王座の獲得に成功した。2014年12月5日、WBA は最新ランキングを発表し、ゲールは WBA 世界ミドル級7位にランクインした。2015年5月7日、WBC は最新ランキングを発表し、ゲールは WBC 世界ミドル級6位にランクインした。 2015年6月6日、ニューヨークのバーグレイズセンターで、WBC 世界ミドル級王者ミゲイルコットと、ミドル級の規定体重である160ポンドではなく157ポンドのキャッチウェイトで対戦し、4回1分28秒、TKO 負けを喫し WBA、IBF に続く王座獲得に失敗した。2016年10月14日、ローンセストンの シルバードームでレノルド・クインランとイボ世界スーパーミドル級王座決定戦を行い2回1分14秒小負けを必死王座獲得に失敗した。ありがとうございます。